アーガーハーン3世ソルタンモハンマドシャー補正にアーガーハーン3世は、イスラム教イスマー・イール派の文派ニザール派の、ホージャー・ハイマームで、政治家、実業家。イギリス領インド帝国のカラーチー出身。日本では、英語発音に近いアガカーンとも表記される。1885年に、王府アーガーハーン2世の後を継ぎ70年強に、渡ってニザール派を指導、インド。 中央アジア、東、アフリカなどに散在するニザール派の再結集と組織化に努め、今日に至る富とネットワークを築き上げた。また、女性の地位工場などイスラームの近代化を志向するイスラーム改革主義者でもあった。そのヨーロッパ的教養を背景として、創始国のイギリス王室をはじめとするヨーロッパ上流社会で交流を深め、イギリスインド成長と深い関係を築いた。 全員インドムスリム連盟の設立にも携わるなど、活発に政治的活動を展開、イスラーム社会の指導者の一人として、国際政治でも大きな影響力を持ったが、その立場は一貫して、親衛的であった。1934年にはイギリス枢密院に入り、1937年には国際連盟の議長も務めた。アーガーハーン三世の病は、 夫人の願いにより、エジプトのアスワンに建てられた。アーガーハーン3世の祖父ハサンアリーシャーアーガーハーン1世は、1881年4月に、ボンベイで死去。その後、アーカー、アリーシャーアーガーハーン2世が第47代マームに、即位したものの、わずか4年後、1885年8月に、プーナで死去。ソルターン・モハンマドシャーは8歳にして、 アーガー・ハーン3世として、ボンベイの即位式第48代イマームの座に就いた。それから72年間、1957年、ジュネーブで死去するまでイマームとして在位していた。1885から1895年まで、彼は、毎年、11から4月はボンベイで、4から5月はマハーバレンシュワルで、6から10月はプーナで過ごしていた。イマームに即位したとき、 彼は幼かったため、彼の母、シャムスール・ムルクが、ホージャー派を陰で指導していた。また、彼の父方のオジアーカー、ジャンギーシャーが、彼を保護者として支えていた。アーガーハーン3世は、家庭教師から教育を受け、一度も学校などの機関で学ぶことはなかった。自由時間は、ほとんどなく、イマームとしての公務と授業に追われていた。その結果、 極度のストレスにさらされ、この頃から家庭教師をはじめとする周囲を取り巻く人々に憎しみを覚えるようになった。後に、この憎しみが十二イマーム派に対するものへとつながったとされている。1895年10月に彼は北インドを旅行した。アーグラー、デリー、ラーホールにあるムスリム文化を目の当たりにして感銘を受ける。中でも、 アリーガル大学を訪れた時はかなりの衝撃を受けた。この時彼はサイード・アフマド・ハーン、ムフスイヌル・ムルクに会っている。1898年に彼は初めてヨーロッパを訪れ、その素晴らしさに感銘を受けた。この経験が彼の親衛的態度を支えたとされている。その1年後、彼は東アフリカのニザール派を訪れ、12イマーム派との 決別を宣言した。1900年代になると、彼は、インドの政治に関わり始める。それにあたって、アーガーハーン3世は、今までの波外れた、贅沢な暮らしから離れ、一般の上、中流階級のような暮らしを始めた。少しでも、庶民の気持ちを知ろうとする彼なりの選択であった。1九百六年十月一日に十五人の派遣団を率いる団長として、 シムラーの民党総督に越見し、ムスリムの権利を主張したことは有名である。1908年3月18から19日に、アリーガルで開かれたムスリム連盟第1回継続会議で、常任議長に選出された。1928年末に、全員のムスリム協議会が結成され、議長に就任した。1931から1932年に、 ロンドン円卓会議が開かれ、インド人代表の一人として参加した。1932年に世界軍縮会議にインド代表として参加した。1937年にインド人として初の国際連盟議長となった。それまでに国際連盟の営業インド代表団長に4回就任している。その後、アーガーハーン3世は、 東アフリカのムスリムの発展に力を注いだ。さらに、ジュネーブに移住した。パキスタイ建国後、アーガー・ハーン3世はジンナーに賛辞を提した。インドムスリムに、パキスタンの栄光に貢献し、他の地域に住むムスリムを援助するよう呼びかけている。1918年5月に出版された、カトキのインドには、彼なりの見解が細かく明記されている。この文献では、社会体制、 教育、軍隊、女性の地位だけでなく、他国で実施されている政策にまで言及されている。その中で、彼はインドを中心に据え、中央アジアから東南アジアにまで広範囲にわたる、南アジア連邦構想を提案している。この連邦を実現するために、まずは、インド国内の州を再編成するべきだと、主張していたのである。既存する州は、民族や言語を基本に再構成し、 自治権を持たせることを前提としている。州の統合について、すでに以下の詳細な構想があった。これほど明確に州の再編成を打ち出したのは、アーガーハーム3世が初めてであった。民族的に独特なビルマは分割しない。ベンガル州は適当な大きさなのでそのままにする。ビハール州は中央州のいくつかの県を吸収する。 連合州の西部諸県の2、3県は、その隣接性から一つのパンジャーブ州に併合する。連合州は、中央州からナーグプル地域を選び取り、以前はアーグラー州にあったヒンディー語圏を吸収する。スインド州とボンベイを切り離す。中央州消滅に伴って、マラーティー語地域は、自然に、ボンベイ州に併合する。北西辺境州とバルーチスターン州、スインドは、 一つのインダス州を形成し、州とはクーエッタに置く。マドラス州の北西諸県は、その特徴から、ドラビダ地域よりも、ベルガウム地域と北カナラ地域に近いので、ボンベイに統合する。アフガニスタンを南アジア連邦に加入させる。アッサム州はさておき、主要な8州が設置されるべきであるアーガーファーム3世は、サラブレット競争場のオーナー及び生産者として、 歴史的な影響力の非常に高い人物でもある。1904年に馬三会のタイトであるウィリアム・ホール・ウォーカーを知り、同志の勧めにより、第一次世界大戦後に本格的にイギリスでの競馬活動をスタートした。当時のダービー教の調教師であるジョージ・ラムトン、調教師と当時の一流の血統評論家であるビリエ・中佐をアドバイザーとして、1921年、 以降のセリーチで多くの高価な洋コマ及び繁殖品馬を買い集め、オーナーとしての最初の10年のうちに4回のリーディングを獲得する大成功を収めた。このうち1922年に購買した品馬、ムムタズマハルは2歳品馬として驚異的なスピードを示しフライングフィリーと呼ばれる活躍を遂げたが繁殖入りしてからもその子孫からマームード、ナスルーラー、 ロイヤルチャージャーなどを排出し、現在のサラブレッド血統の多くにその地を残している。また功績として事故が所有していた馬を高額で買い取りたいとの申し出には、気前よく応じており、マームード、ナスルーラー、バーアラムといった名だたる名馬が海を渡っている。これにより、アメリカの血統レベルが大幅に向上され、その後のアメリカの馬が欧州を席巻する要因にもなっている。 エプソムダービーでは5頭の所有馬が勝利しているが、そのうちで最強だったのは、無敗で3冠馬となったバーアラムである。また、リーディングオーナーを13回、リーディングブリーダーを9回獲得するという記録を残している。サラブレッド生産事業は、息子のアリハーンに引き継がれ、その後3世とアリが1957年に相次いで亡くなると一時中断されたが、 後継者のアーガーハーン4世は後にサラブレッドバさんを本格的に再開し、現在に至るまで有力な生産者としてフランスアイルランドを中心に活躍している。所有馬は日本の馬さんにも大きな影響を与えており、セフトやヒンドスタンが種ボバとして日本に輸入されリーディングサイアーを獲得し、幾多の名馬を送り出している。ありがとうございます。